防ぐことはできなかった。しかし全ての人の力が結束した今、妖者を恐れる理由はない。折しも古老館に妖者が迫っているとの報が入る。宗妃の指揮下に入った芝生らは八潮織と迫り来る巨大な妖者、その後には平清盛に率いられたかつては甲子得なかったその敵も今は打ち払うことができる。過去は変わった。妖者討伐軍は生き無理をするな。八潮織のために多量の精を注視、波の存在なら死んでいる。この私を案じているのか。気づいていたのか。記憶が戻りつつある。だが心配するな、お前たちのため。貴殿ほど心強い身。八潮織を用いて妖者を打ち払う。それまでは全軍守備に徹せ。下手に手を出して被害を広げてもつまらん。天地に満ち満ちる、この圧倒的な力よ。我なる妖こそ様の新たな姿、魔王、ここに神聖せり。妖者の出現を防ぐことはできなかった。しかし全ての人折しも迫り、かつては無理よ波、この気づきを貴殿ほど心強い。八潮織を用いて妖者を打ち払う。それまでは全軍守備に徹せ。下手に手を出して被害を広げてもつまらん。天地に満ち満ちる、この圧倒的な力よ。我なる妖こそ、オロチ様の新たな姿、魔王、神聖せり。妖者はもう一体おります。ご油断なき。
が現れたようですが、ここまでは将の報告どおり。報告が真実ならば、オロチもすぐ片付こう。進軍を開始せよ。があると考えるのが当然だ。軍を二つに分けよう。一方が襲撃を受けたら他方が救援するのだ。なに太鼓坊さん、ずっと私を見てるけど監視のつもり？信用されているとでも思ったか。裏切らないわよ。私が望んでたのは魔王オロチ様。あんな蛇でも抜け殻でもないわ。よし今だ。引っ掛けの矢を打ち込め。稚拙な策よ。北の別動隊に伝えよう。弓兵を指揮する将を撃てとな。幼稚すぎてつまんない策ね。サンタと指揮している人を倒しちゃって。新たなオロチ様の誕生を祝すと秘伝らの命家にもらい受けよ。術者を倒さねば収まるまい。武将様は生徒で勝利、ユービラとの連合を果たしたとのこと。ならば我らも役目を果たさねば。幼女出現の記憶の本流が押し寄せ、私はあの時幼女からこぼれ落ちた。自分が何者かなど決めつけぬことだ。己か生まれ持つものではない。生きる中で形作るものなのだから。でも背中がガラ空きなのよね。そんな功で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待ははるかに高い。変わらずの活躍よ。その腕あらば見える地形も異なろう。
せてもらう。頼もしいですわ。これはオロチの力で閉ざされているな。我らの術では歯が立たぬようだ。だが酒呑童子、お前ならあるよ。この扉から私と同志のものを買う。これなら解除できるだろう。私がなるはずだった存在か。何の考えもわかんない。人の未来に貴様らには滅びてもらう。これで我らの役目は果たした。友軍と合流する。小田原城へ向かう。この勝利は皆のおかげだ。この私にかかれば容赦も魔人もおろ、まあ滅ぼしたわけじゃないんですがね。だが時は稼げた。その間人の力が結束した今、勝機は見出せ。登場の戦お前にこれを